はいどうも、妖怪三国志国取り図図今回もやっていきます。今回はね、前回まあちょっと無謀な話ではあったけど、小生選べるコインね、これ小生群マシンコインは選べねえんだなで今回はね S 選べるコインのまあおすすめとかにねついて話をしていきたいと思います。ちょっとねまあ時間もかなり食っちゃうんで、かなり無謀な話かなと思うんですけどね、よろしければお付き合いください。このチャンネルはね、妖怪三国志国取り図の動画をねほぼほぼ毎日更新しておりまして、よろしければねチャンネル登録お願いします。はい、それではお知らせでね、ようやくあパックじゃないね、2周年キャンペーンね、これのね内容はともかく特設サイトのねリンクが貼られてました。フォロー&リツイートキャンペーンね、これが確かね今2000リツイートぐらいだったんで、5000リツイートするとね、0.2 だから1000宝珠みんなもらえるので、今2000だからね400宝珠になっちゃうので、みんなねリツイートするようにしましょう。あとね大喜利キャンペーンとかね、サイトに隠されたお宝ねありますので、まだの人ね必ずチェックするようにしましょう。テキストね更新してくれました、ありがとうございます。うん、でミッションね、私これすごいじゃないの、体力900回プレゼント、これすごいよね、900回の人いるのかな。はい、そしてね討伐戦はこんな感じで、セーラーニャンが来ましたっけね。セーラーニャンはこの変幻用にしてます。うん、であとはそう、歌舞伎ロイドの時にね宗神が来ました。これはだからね宝珠使わずにゲットできました。歌舞伎ロイドはちょっと逃しちゃったんだけどね。うん、そして討伐戦はこんな感じかな。うん、そしてさっき言ったねサイト行ってお宝探しね、これは100宝珠と1000小生札、あとはスタミナムとかこの辺の札ももらえるので、必ずねやってない人やるようにしましょう。参考動画は一応作ってあるので、よろしければ参考にください。はい、じゃあ選べるコインの話をする前に、基本的ねちょっと初心者の方向けに、一応ね妖怪三国志はねただ妖怪をゲットしただけじゃ強くならなくて、1体だけねゲットしてもこのね限界突破っていうのがねあって、1だとすごい弱いです。大九段とかもねあれなんですね。で小生はまあ最初から強いんだけど、今回紹介する S ランクはねどんどんこうやって、これ超限界突破3、左下ね超限界突破3とかってなってるんだけど、こうとつっていくことに強くなるんですよ。なのでまあ今回ね紹介する S コインはまあ1個ねゲットしただけじゃ強くなくて、こうやって育てていかなきゃいけないね。だから椿姫とかもこうね1って書いてあるだけなんで育ててないのでね、育てていくごとに強くなるっていうところをね念頭に入れてお聞きいただければなと思います。そんであとね一応ラインナップの中で妖怪三国志にはねコインがあって、S コインね、妖魔コイン G1、G2、G3 っていうのがあってね、基本的にここの、まあ、G1 コイン、まあ、その中でちょっとねややこしいんだけどね、パワーアップ妖怪っていうのがいて、企画でねできたパワーアップ妖怪っていうのがいてね、まあ、この中で言うと読み元帥、闇九尾、光オロチ、大釜がそうなんだけど、まあ、こういう妖怪を除いて、基本的にこの S コインでゲットできる妖怪は選べるコインで選ばない方がいいのかなと思います。ただまあねただこのコインで出てくる妖怪は、まあ、そういう意味だと育てやすいっていうかね、育てやすくていいのかなと思います。であとはイベントで出てくる妖怪、まあ、今回で言ったらイベントで出てくる妖怪って、今回だったらメテオゴンがイベント妖怪なんだけど、イベント妖怪はこういう討伐戦とかで
そう、こんな感じで発展そらなき五香炉とかもそうなんだけど、イベントとかで、こうやってゲットして育てることも可能なので、まあ、そこもね、ちょっとポイントが高いかなと思います。うん、ただまあそれも踏まえてなんだけどうまく話せるか分かんないで、ちょっと選べるコイン見ていきたいと思います。でね、まあちょっとこれ私妖怪三国志面白いのがね、みんながみんなが分かんないけど、イベント妖怪はみんな持ってんだけど、ガシャで、ゲットできないことがほとんどなんですね。まあ私もそうです。今回で言えば剣豪ベニマルもバケーラもね、ゲットしてないので、なので持ってない妖怪については、まあ、分かんないのと、あとは国取りで戦ってみてこれおすすめだなっていうところ、うん、はあるので、ちょっとね通信状況とスマホの状況が悪いので映りが悪いんだけど、まあその中でねちょろっと話してって、まあ最初にね、あこれいいねっていうのをちょろろっと言ってって、そんで最後にまあ自分が欲しいのと、まあ初心者とかにもおすすめなのっていうのを話していきたいかなと思います。ちょっとうまく映んないんでもうやっていっちゃおう。勇ましはね、この中でいいのは光オロチはパワーアップ妖怪だから、育成的にはいい。たださっきも言ったように G3 コインで育てられる。であとね、この牛頭と書いてゴズ、これが必殺技がねじわじわ回復と力アップなんで、いわゆるバフ妖怪なんで、これはねスコアタックとかでみんな使ってるので、私これ欲しいの3本の指に入ります、ゴズ。あとはまあね、みんないい妖怪だからおすすめっちゃおすすめだけどね。あと武士王は非常に火力があって火をね操れるので、これもねよく使います。武士王、空天もねいいと思うんだけど持ってないんで分かんない。で、あとはニャンマジョヒミコね、ニャンマジョヒミコもまあいいかなって感じかな。あとはね、キラコマサンタとアマテラスがいいはずなんだけど持ってないから分かんない、ごめん。でプニキュービはいい。プニキュービは、まあ、キュービの上位版みたいな感じで思ってくれていいのかな。嘘だったらちょっと突っ込んでくれ。でしかもヒットポイント1体も あるのに光栄だから、うん、非常にいやらしく強いって感じだね。なかなかやられないのにいるのでね、プニキュービーも結構おすすめ。あとはそうだな、まあ言わないからとおすすめじゃないんだけどね、大釜はパワーアップ妖怪なんで、うん、まあこれは他でもゲットできるかな。あと大黒天も討伐戦でゲットできるからいいか。あと白州か風の豪傑、うん、アツガルルはパワーアップ妖怪だよね。コーテージバニアリュービーは国取りでゲットできるからいっか。あと私欲しいその2、ジバニャンサンタ、これはね持ってないから説明できないけど、夏希があります。で夏希がね今3体しか持ってなくて、ジバニャンサンタがねいわゆるイケメン犬とかと同じだよね、夏希妖怪なんで、私ジバニャンサンタが欲しいです。だゴズとジバニャンサンタ欲しい。あとはククリ姫もいいよな。新ヨバーはパワープ妖怪です。あとは山女神は最近ゲットした、これもバフだよね、全能力攻撃力アップっていうよりは全能力アップとじわじわ回復なんで、これもまあまあいいかな。つくよみ様は回復王かな。あとはジュロウジンは一応イベント妖怪だから、まあ討伐戦とかでゲットできるけど、このカゴスキルがいいなって思う。あと日の神シャドウ硬くて強くて好き、まあ、さっき言った、空天の薄ら影版みたいな感じ、うん、あと大軍師硬い、これもバフなんだな、これも持ってないからうまく説明できないですけど、スコアタでねみんな使ってます、上位の方なので、これも欲しいうちの一つですね。うん、大軍師硬い欲しいね、うん、
大軍師硬いとゴズあれだよな。あと最近だとスノーラビーだよね。うん、あとちょっとね持ってないのはねちょっと誰かホール、こうやっぱこの辺なんか一回ライブでもやってみんなで意見出しちゃった方がいいのかな。ゾンビチョッパーゴールドもなんか羨ましい、いつも見てる。で、あとハロウィン系、ハロウィンコマさんとハロウィンフユニャンはとてもいいです。そういう意味だと私フユニャンも好きなんでハロウィンフユニャンが欲しいかな。まあコマさんの方がいいかな、どっちだろう。うん、まあ両方おすすめですね。ハロウィンフユニャンもハロウィンコマさんもまあアイテムドロップアップがあるんで私そういうの好きなんでね、ぜひどうぞって感じだね。大軍師硬い、大軍師硬いってなんだっけ、ぶつかりダウンと回復か、うん、回復と力揚力アップだからやっぱバフだから、そうスコアタでみんな使うよね。うん、そして王族と言えば、うん、まあ、破壊とかはね、この辺は紹介状でゲットできるんでいいです。ここはね空泣きをゲットしてください。空泣きは、各種族に、まあ、今のね調整オリジンもそうなんだけど各種族にダメージアップがあるんだよね。なのであの初心者が持つにはちょうどいい、いろんな種族に強いので、なので空泣きがね、まあ討伐戦でもねゲットできますけど空泣きをね育てるといいと思います。なので初心者、私的にはどうだろう、 いろんな人の意見あると思うけど初心者があの持った方がいいのは空泣きなんじゃないかなと私は思います。ということで私の中で欲しいのはハロウィンフユニャン、ハロウィンコマさん、イノシンシャドウ、まあ今言ってきたやつだね、言ってきたやつが欲しいやつで、1位はねごめん、1位はねそれ人による、私はジバニアンサンタが一番欲しい。ちょっと夏希がねもう討伐戦じゃなくてなんだっけ、紹介状スカウトチャレンジでもうイライラするんであまりにも驚くしないで、なので私はジバニアンサンタが欲しい。そして2番目は大軍師硬いかな、硬い、うん、なんかスコアタで皆さん使ってて羨ましい。2位が硬いかな、うん、で3位がやっぱりゴズ、やっぱりスコアタでみんな使ってんだよね、うん、ゴズ勇ましだよね、ゴズかな、うん、そんなとこですかね。はい、皆さん何が欲しいですかね、よろしければねコメントなどで自分が欲しい妖怪をねぜひ、コメントで出していただけるといいかなと思います。正直私もね持ってても育ててなくて分かってないとかね結構あるんで、できたらねコメントで教えてください。ちょっと私のベスト3はちょっとねスコアアップのためっていうのにと夏木にちょっと特化しちゃってるかなと思うんだけどね、ただ最初に言った通りやっぱりね育てるのが大変なんだよね、10凸して超限界突破してでっていうのがあるんで、なのでねはい、なかなかねゲットしてもね育てね10凸じゃね弱いからね、なのでこのサンタ妖怪はフユニャンサンタがいないのがすごい残念なんだけど、あれいいのかな、勇ましに、あのサンタ妖怪もとてもいいと思いますんでね、また来年のクリスマス頑張りましょう。フユニャンサンタいねえよなフユニャンサンタがいいのにな、うん、ということで難しいねこういうちょっと動画は、大軍師硬いが欲しいですね。日の新シャドウは4位5位かな、うん、空天もいいんだけどな。はい、という感じで皆さんねちょっとおすすめできれば教えてください。群馬神どうですかね、群馬神はだけさらっと言うか、いやこれ無理だわ、なんか10分でパパッと、いや最初にいろいろ考えてたんだけどなんかやっぱいきなり喋り始めるとうまくいかんもんねはい、群馬神はね大京ちゃんかな、うん、どうだろう、大京ちゃんか花公園かな。
ただ今のイベントって考えると炎章かな。炎章が一応今の、スコアアップなんで、まあイベントごとにね、私この中だと小京ちゃんだけ持ってないんだけど、まあでもどうですかね、関羽もいいし、なんかうまく喋れないな。はい、大凶、大凶でも、まあ大凶花公園、まあ今だったら炎章でいいんじゃないかなっていう感じで、はい、すいません。なかなか難しいね。おすすめ妖怪ね、皆さんもあると思いますんで、ちょっとね、コメントとかでね、言っていただいて、まあ自分もね、そういう妖怪いたらね、スコアタとかはね、すごい、わかるんだけどね。あとは何が目的だよね。国取りで活躍したいのか、イベントで活躍したいのか、あ、終わったね。そういうところで、なのでこれで終わったんで、ちょっとね、次の動画かなんかでこのゲットと第三形態になるんでね、それをやろうかなと思います。ちょっとなんかライブ放送でもやった方がいいのかな。まだちょっと考えながら、こういう話をしたいかなと思います。難しいね。はい、じゃあすいません、最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いします。そしたらね、あなたのおすすめ S 選べるコイン妖怪待ってますんで、よろしくお願いします。はい、じゃあそれではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。